あの話はさ変わるけど、はい、前のさ、はい、言ってたコート結局買ったの？え、買ってないですまだ。あ、やっぱ悩み中って感じ。悩み中のまま過ぎてってましたね。そういえば、そういえば、はい、買おうかなとは思ってたかな。買おうかなとは思ってます。やっぱり一着は欲しいので。実はティモーネのコート新作も出ちゃったのよ。だからある意味悩ませるために今日はさらに持ってきました。いや、これもう絶対悩むに決まってるじゃないですか。もうパッと見ただけでパッと見がね、パッと見で、あ、でも全部違うんですかね、形が。実はね3タイプあって、へえ、うん、でその3タイプの中でも新型っていうのが実は2つ。あ、新型、うん、今までの感じでいくと、はい、これそうですよね、はい、この、まあ、一番あのこのダブルの前立てがかっこよくなるっていう、はい、それの新色がこれなのよ。まあ、一回ちょっと新色を着てみようか、はい、どんな感じになるかっていう、ちょっと A ラインを知るとかね。でこうして、はいはい、こう縛っちゃって、まあ、この辺も適当でいいんだけど、これでもいいんだけど、はい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 、こういう風なシルエットなんじゃない、はいはい、これがいわゆるティモーネのコートの代表的なやつで、まあ、ものすごいヒットしてるやつなんだけど、で、ね、これね、色は一応ネイビーでしょ、はい、カーキー、それからあとオフホワイトで、新作のこの新色のネイビーでしょ。まあ、この時点でも悩むでしょ。まあでもこことここのなんかチーム分けはありますけどね、自分の中で悩むとしたら、こっちどっちか一着、こっちどっち、うん、どっちか一着みたいな、うん、一番ちょっとミリタリーっぽい男っぽいのこれかな、一着あるといいですよね、うん、でこっちは割と普通にすんなり着れる。そうですよね、これはもう本当に定番、うん、ずっともう定番で、俺だったらいきなりこれかもしれない。あ、一発目から、ね、こっちかこっちだね。こっちだとちょっと女性に受けそう。あ、確かに。トレンチ、ほら女性人気じゃん、はいはいはい、その辺狙っていくんだったらこっちはなんかありかなと思う、普通に着れるから、はいはいはい、まあ、まずはここのダブルのやつで悩んでほしいんだよね。で一回ちょっと着てみる。そうですね、じゃあ俺ちょっとこれ着てみるか。でも最近カーキが気になってるんですよ、ずっと。じゃあカーキ着てみる。一回カーキ着てみるんですか。あー、カーキかな。カーキの方がいいですかね、うん、これは、まあ、まず撥水性、はいはいはい、当然雨全然 OK だし、はい、でこれさ、着ててさ、湿気を逃がすのよ。あ、湿気も逃げるんですか。そう、糖質なのね。へえ、うん、だからその辺もすごい快適な、ね、あ、じゃあ蒸れないってことなんですね。蒸れない、蒸れにくい。もうもちろんナイロンだから防風、はいはいはい、で素材は世界を代表する、はい、そのカジナイロンの、まあ、カジフっていう素材を使ってるんです。あ、すごい。例えばさ、ルイ・ヴィトンとかさ、はい、それこそプラダとかさ、ロロピアナとかさ、みんなここの素材を供給してるから、まあ、いい素材は間違いないやつ。やっぱ 一着あるとちょっと肌寒い時とかいいんですよね、こういうのって。便利、やっぱりすっごい便利だと思う。特に東京とか都心部行くと電車で移動もあるじゃないですか、うん、そうすると結構このこういうの便利なんですね。パッと脱いで、あとこれもできるからね、こうしてこうして、ああ、スッて入れとく。はい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 、はい、でもちろんナイロン素材だからシワになりにくいっていうのもあるんですね。そうだね、まあ使い勝手がいいよね。いいですよ ね、軽いし、うん、であとはこれがまたややこしいんだけど、はい、ダブルだけでいいじゃんって思うんだけど、シングルも出ちゃったのよ、なんと。同じオリーブ、はい、まあ、オリーブ、はい、オリーブ、そうね。あ、そういうことか。シングルってここが違うんですね、前の。そう、これちょっと着てみようか。こうして、はい、こうなんだよね。あー、なんかダメだ、もう迷ってます。雰囲気変わりますね。そうなんでね、ちょっと男っぽいんだよね。でもこっちはこっちで可愛いんだよね。ちょっと今日はベルイッチのパンツに、はいはいはい、ペリコサニーの靴に、まあ、ニットがトレンタセットみたいなんだけど、はいはい、ちょうど緩く、ほんのちょっと緩く着るような気分の時はこれぴったりだよね。でこれちなみにこれ新型なのね、シングルの、まあ、ステンカラータイプ。うん、色はオリーブ、オリーブ、それから黒、それからちょっとティールブルーみたいな。あ、この4色なんですね。この4色、へえ、うん、これ新型なのね。まあ、これでちょっと悩みも増えたと思うんだけど、はい、さらに悩ませるようで悪いんだけど、はい、なんと実はテーラードコート型だね、チェスターと言われるような、あ、まあ、シングルピークになってる、はいはいはい、でこれどう着るかっていうと、あ、もうなんか全然雰囲気が違うんで。違うんだよね、ちょっとモードっぽくなんだよね、これ。そうですね、うん、小襟で。そうですね、確かにモードっぽい。これが黒なんですか。黒、黒。おで、これは一応ネイビーもあるんだけど。あ、そうなんです。あ、でもこれの黒もいいですね。これ生地はもう、ね、はい、一緒なんですね。生地は一緒。あ、軽さも全部一緒なんです。着てみる、これ。いいですか、これ。あ、それかな。これいいですか。
でそれはポケットのデザインが違うんだよね。ポケット上から入れるタイプ。あ、確かにこうじゃないんですね。うん、楽でいいです、ね。その、うん、そう、そこはまたちょっと雰囲気が違うんだよね。これどうです。いやー、まあ、悩むだろうなと思って持ってきたんでね。これはこれでこれの黒もかっこいいよね。ステンカラー松田優作さんとか来そうな感じで、ね、無理ですよこれ。ダブルはダブルで軍物っぽい良さがあるじゃん、ねね、男っぽいさ、ダブルのなんかさ、はい、なんか、あー、それかな。全部それからじゃないですか。いやー、これ視聴者に聞いた方がいいかもね。で、うん、その頃またなくなってるじゃないですか。そうだね、聞いてる頃には答え知る頃にはまた買えませんでしたみたいな。まあそういうこともある。あ、それかな。いや、これ難しい。これちょっと聞いてみた方がいいと思います。そうですね、皆さんどれがいいと思いますでしょうか。ぜひコメント欄にてよろしくお願いします。で逆にこれ買えって言われた方がもうすっきりするかもしれないですね。直樹とりあえずこれ着とけみたいな。でもほら、いつもだったらさ、なんか悩んで悩んで、で知らない間にもう買ってくるじゃん。あ、まあまあしれっと買えるんです。しれっと買うじゃん。ね、うん、しれっと買ってぬふふって顔してるんですよ、うん、いつも。だけど今回の場合は相当悩むと思うよ。これちょっとこうモードとかって言われてしまうとちょっとこれね、なんかちょっとドキッとしちゃうんですよね。ステンカラーとダブルって何かこう意味合いが違うんですか、うん、見た目の印象以外にも。見た目の、そんなに変わんないよね。もともとはダブルから始まったんですか。いや、そういうことでもないんですね、うん、トレンチコートっていうジャンルで言ったらやっぱりトレンチだから塹壕なのね。塹壕っていうのは要するにこういう堀、はい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 、戦争映画で出てくるこういう堀があるじゃん。最前線に行く、最前線に行って人がこう隠れるじゃん堀で、はいはい、まあ、こういうとこでね、でここに人がここに隠れて、はい、ニョキッとで出てってバーンって打ってまたここに隠れてみたいな、はいはいはい、で雨風がガンガン吹いてきて、その雨風をしのぐたびに言われたのがトレンチコート。トレンチっていうのは塹壕っていう。ベルトのところに D 缶っていって、はい、こういう D のストラップがついてて、そこに手榴弾くっつけたりとか、はい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 、でここにはあのショルダーパッチがついてたりとか、うん、あとここに何、拳銃をさ、ライフルとかですね、そうを持つためのここにストラップがついてたりとか、いろ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 なあのこの機能性が全部くっついてくるんだけど、はいはいはい、それを相当削ぎ落としたのがこっちのダブルのトレンチだよね。あ、ステンカラーはまた別だよね。ちょっとね、ステンカラーはどっちかというと、どっちかというと雨を避けるようなっていうような本当シンプルな。これやっぱフランスとかそっちの方のイメージ。どうだろうね。でもステンカラーを似合うっていうとそうかもね。なんかジャン・ギャバンとかがすごい映画の中で着てるようなイメージって強いけどね。こっちはモードだからもっともっとシンプルな、それこそプラダだとかジルサンダーだとかが好きそうな人とかにはこっちはちょっといいですよね。そんな感じのコートで削ぎ落として、いや難しいよね。悩みますね。いやこれどうしよう。どうしたらいいんですかね。どうしたらいいかは、だからこれやっぱり、はい、いいあのアイテムだからちょっと考えて、ね、この後ほっとくから、今日ちょっとしばらくは、はい、で考え抜いて買ってみたら、はい、うん、ということで、はい、今日は悩んで悩んで、はい、今日は悩ませる回だから悩む。そうですね。でもこの色もなんか着てみたいなと思いますしね、明るいし、 あえてこれはこれで、これ実は黒に似合うんだよ。あ、そうなんですか。そうだよ。これって、まあ、じゃあちょっと最後着ますけど、はい、ね、なかなかないよね。坪さんとか着そうだよね。あー確かに。あ、本当だ。締まるというか、なんかこう黒で締められるんでね。あ、これ意外と結構かっこいい。なんかこう明るい色だと、まあ、イメージもし雨の日とかだったらちょっと明るくなっていいかなと思ったんですよ。気分がこう、うんうん、これ着てみたらどうですか。あ、ちょっと襟立ててみて。ちょっとなんか新鮮、デビルマンっぽい。デビルウィングとかってやればいいですか。色が、まあでもそんな感じだもん。こんな感じですかね。あ、難しいな。どうだろうね。迷うな。カーキか黒。カーキか黒。カーキか黒ですね。はい。ということで視聴者の皆さんはどういうふうに感じられたでしょうか。はい、直樹に似合う一着、もし皆さんやっぱこれじゃないのとかあれじゃないのとかあったら、ぜひあのコメント欄にいただければと思います。はい、すごくよくできてるティモリーのコート、はい。すごくいいです。はい、軽いし。はい、悩んでる間にもしかしたら皆さん買ってるかもしれない。そうですね。そしたらどなたかとお揃いになれると思いますよね。はい、ということで今日は直樹を悩ませるティモーネのコートの新作についてお届けしました。また皆さんお会いしましょう。じゃあねー。